おはようございます。本日は12月24日、クリスマスイブの朝を迎えました。場所は中国チャーンです。 今時刻は、朝8時です。今もうお昼じゃないや、朝ごはんを食べて帰ってきました。先ほどまでは暗かったんですけれど、もうだいぶ日も出てきて、明るくなってきました。ただ今日も結構寒いです。日本ほどではありませんが、まずは広場、あそこの広場にだいぶまた人が集まったのかな。ちょっと見てみましょうか。なんかね、ダンスだか、ダンス？太極拳？なんか見えますね。体操してます。ここの広場はよく、夜も10時ぐらいまでダンスをしている人たちを見かけます。こっちにもなんか集団がいる。ちびっ子たちかな。ああ、大人かな。わかんねえな。なんか棒持って体操してますね。で、ホテルの前にはデパートがありますが、夜はかなり電飾がすごく、なんかラジオだか歌声だかも結構します。ここはそのデパートの駐車場と広場ですけれど、おそらく今日のクリスマスのイベントに対しての、設置工事かなんかやってるんでしょう。こういうの好きだからね、こういうのね。ここはもうクリスマスツリーが見えるし、こっちにはクリスマスツリーがありますね。さて、今ホテルの12階です。結構眺めがいいですね。ホテルの下の、駐車場ですとか、車を走る走行レーンだとかあります。それから、ここがパークビューのホテルで、そこ十字路になっていて、道の反対側がデパート、それからこっち側の道の反対側が、これが確かカフェショップというかレストランというかだった気がします。あ、そうそうそう、なんとかカフェって書いてありますね。大体カフェっていうところでは一般的にご飯も食べれます。こっちは何だろう。 これは何屋さん？鍋屋さん？なんだろう。なんか食べるところらしいですね。はい。そして、道を挟んで、こっち側の反対側には、上島コーヒーですよ。上島コーヒー。このコーヒー屋さんです。ご飯の食べれるコーヒー屋さんです。これは上島コーヒーと書いてありますが、日本の、UCC とはどうも無関係のようです。関係ないようです。ほら、UBC コーヒーって書いてあるでしょ。UCC じゃないらしいですね。紛らわしいですが。こんな街並みですね。なんか向こうに山は見えるな。山の上に。
小高い山があります。そして昔勤務していた会社のオフィスはどうもこのビルに移転しているらしい。この辺のどっかにいるらしい。潰れると思った会社だったんですけどね、潰れずにまだあるらしい。ということで中国クリスマスイブの朝でした。それでは。